スイスチューリッヒ州のビンテルトゥールに位置するスルザー本社。スルザーはスイスの機械メーカー。1834年設立。各種ポンプ、化学工業用装置、医療用器具の製造、タービンポンプ、コンプレッサー、モーター、発電機などのメインテナンスを手掛ける。スルザーは4つの事業部門からなる。ポンプ、機械装置、ポンプの製造、アフターサービス。 回転機械装置サービスタービンポンプコンプレッサー、モーター、発電機などの回転機械装置のメインテナンス。ケムテック分離、カラム、スタティックミキサーなどの化学工業向け装置の製造、アフターサービス。アプリケーターシステムズ医療用混合器具、医療用および工業用注入器具の製造、アフターサービス。スルザーは1834年、スイスチ中立州の都市。 ビンテルトゥールでスルザーブラザーズ社として設立され、当初は宝石機や食器の製造を主要な事業としていた。その後、ルドルフ・ディーゼルによってディーゼルエンジンが発明されると、その特許を1893年に購入。そして1898年、スルザー最初のディーゼルエンジンが製造された。1930年代から1940年代にかけて、スルザーの ディーゼルエンジンを搭載したディーゼル機関車がヨーロッパや南アメリカを中心に世界中で用いられた。1982年に食器事業をゲオルク・フィッシャーから買収した。1990年ディーゼルエンジン製造部門を分離し会社化しニュースルザー・ディーゼル社を設立した。1997年に同市会社はフィンランドのバルチラ・ディーゼルとなった。 2000年、タービン製造部門をマングループに売却した。2007年、ロシア企業のレノバがスルザーの筆頭株主となった。トヨタ産業技術記念館には1898年、スルザー社製の定置式蒸気機関が展示される。DF51 号機。ありがとうございます。